ご苦労様でございます。まず昨日の三党の幹事長会談、それから与野党の幹事長会談、それから今三党の方々と党首会談を行っておりますけれども、このような段階を踏まえまして、本日夕刻に三条政の基本方針を閣議決定をいたしますので、その後早急に与野党協議に入っていきたいと考えております。特に今後ですね、政策担当者、私どもにとりましては政調会長ですが、自民党公明党も政調会長でありますけれども、そういった政策担当者の方々の間で、協議を速やかに進めさせていただきまして、三次補正の確定作業に入らせていただきたいなと思っております。さらにそれに付け加えまして、それよりもそれと同時に時間を急を要する話といたしまして、昨日ほぼ合意をいたしました一票の格差を早急に是正をする体制に入っていきたいと、取り組みに入っていきたいと考えております。そういった2つのですね、当然急がなければいけない課題にこれからまた全力で取り組んでまいりたいと考えております。以上、冒頭の2つのテーマにつきましての報告をさせていただいて、皆さん方のご質問をいただきたいと思います。